はい、良い子のみんな、お相撲は親御長のお兄さんヘビピーですよ。チェックというわけでございまして、大人の皆様こんにちは。ヘビピーザーマスばよ、お元気にしてたザーマスかしら。さあ今日もですね、ヘビ蔵のお待ち堂様、大相撲今日の親御長、この党にもいっぱいやろちくちょこの野郎と、おちにやらないってそういうこと言ってはいけないザーマスよ、この八百長やろうって、バイキタホコージってそういうこと言ってもいけないザーマスばよ、よろしいザーマスはね。さあそれではですね、ラジオ配信ザーマス、今日もね、さあ今日はラジオ配信でですね、親御長相撲の実態の中で、私の過去の記事、小錦突然の不調はどうして起きたのかについてお話をしていきたいと思います。準備はよろしいですか？よろしいですか？それでは今日もお客様のお耳を拝借いたします。それでは番組スタートいたします。よろしくどうぞ。というわけでございまして、改めましてこんにちは、ヘビリンザーマスワよ、ね、本当にね、暑くなったり涼しくなったりしてですね、体のねついていかない時でございますけども、いかがお過ごしでしょうか。さあまあね、こういうねご挨拶はちょっとまあね、この辺にしておきまして、先ほど今冒頭でお話をさせていただいて、ご紹介させていただきました今日の私のね過去の記事、小錦の突然の不調はどうして起きたのかについてお話をしていきたいと思います。準備よろしいですか？さて、小錦の突然の不調のからくりは何でしょう。そんなに慌てなくても、それはこれから話していきます。その他にも5月場所には各界の八百長体質が露呈したシーンがいくつもありました。お話をしておきましょう。時間を追って見ていくと、まず場所の直前にポンコツ横綱の北勝海の引退がありました。九重部屋に所属して各界八百長星取り表の中でせっせと不滅の大横綱ウルフ千代の氏の記録作りに星を回して貢献してきた北勝海の引退です。裏がないわけがないですね。場所が始まるといきなり関係者の度肝を抜いたというのが、品縮を買ったのが小錦の対戦相手です。初日武蔵丸、3日目明けぼのという例の取り組みです。横綱が引退してしまい、いわば大関が横綱格で、関脇は大関格と考えて割り取り組みを決めていかなくてはいけないのに、その大関小錦と関脇明けぼのを3日目に対戦させてしまうとは、一体協会は何を考えていたのだろうかと話題になりました。案の定、小錦は初日武蔵丸を寄り切り、3日目明けぼのを押し出し、同郷の後輩力士を次々と下し、初日から4連勝と綱取りに向けて最高のスタートを切ってしまいます。そしてその後5日目の対戦相手、串間海戦から悪夢の4連敗となりました。とにかくこれで小錦は一気に奈落の底へ突き落とされてしまいます。北勝海の突然の引退と小錦の突然の連敗の伏線というか、関連事項として考えてみましょう。場所前4月1日の元横綱千代の富士の九重親方と元北の富士の陣幕親方の名跡交換という話がありました。お相撲に詳しい方なら知っていると思いますが、それまで九重親方だった北の富士が陣幕親方になり、陣幕親方だった千代の富士が九重親方になって九重部屋を継承したということです。その後北勝海が引退しています。そして場所が終わってからは外国人枠の問題と、それから最近すっかり恒例となった感のある親御長相撲への厳重注意がありました。さて、理事長が外国特派員協会へ出かけていった同じ5月28日に協会が発表したのは、5月場所13日目の三杉里と巴富士戦、三杉里が勝ちましたが、それと14日目の霧錦と琴富士戦、霧錦の勝ち、そして十両の佐賀登りと、極豪山戦の3番です。6力士とそれぞれの師匠が理事長から厳重注意をされました。親御長です。それにしても三杉里は5月場所で敢闘賞をもらっています。笑ってしまうが、これ返上すべきではないでしょうか。1月場所の直後には、琴ノ若、巴富士戦、琴ノ若の勝ちと、十両の時綱だと日立流戦がやり玉に挙げられていましたし、3月場所では場所中に武蔵丸と小錦戦、小錦の勝ちで、この時は武蔵丸だけが厳重注意されていました。この時自分が注意されたわけではありませんのに、小錦がもっとひどい相撲があるのにとぼやいた事実は
以前にも書きましたし、相撲ファンならよく知っているはずです。つまり私たちが言いたいのはこういうことです。横綱昇進に絡んだ一連の小錦問題、北勝海の引退、横綱不在、九重親方千代の富士の動向、無気力相撲への処分と5月場所の前後に発生した事件は全て有機的に結びついています。抜きがたい各界の八百長体質が全てこれから一連の事件の元になります。ですから今回各界の事情をよく知る私たちは再びこうして筆を取って文書に記事にしました。若鷹ブームやあけぼのフィーバーの陰で現在の各界がどんなに八百長体質に汚染され腐敗しているか、まず5月場所を例に説明していくことにしましょう。どうか私のちょっと話に耳を傾けていただければと思います。ここから続いていきます。さあ、いかがでございましたでしょうか。次回はですね、この前振りでしたお話ですね、今日のこの前振りのお話をですね、ちょっと証明していければと思っております。ですので、まあ、次回はですね、綱取り前になぜ小錦は人種差別発言をしたのか、覚えてらっしゃいますかね。日本経済新聞の夕刊にですね、小錦がですね、あの例の仰天発言をしたというやつですね、ニューヨークタイムズ紙に掲載されたあのお話ですね。この辺について、まあ、ご興味のある方、まあ、ご興味があるというか、もう過去の話ですから知ってるよっていうんですけども、その中身裏側をご存じない方も多いと思います。まあ、マスコミっていうのはね、相撲協会を守りますからね。まあ、ですけども、我々は目にした、耳にしたっていうところがありますので、まあ、その辺の存じ上げていることを過去の記事にしましたけども、すぐにカットされましたね。まあ、その辺のお話をですね、まあ、時代が過ぎて今になってお話しするのは今更と言われるかもしれませんけども、お聞きになりたい方は挙手、ね、ということであれば、私は次回お話をしようじゃありませんか、というわけでございます。さあ、いかがでございましたでしょうか。ですね、今日のお相撲よもやま話は何ですかっていうと、そうですね、これといっても今全くないですね。あの相撲協会ちゃんの方が随分鳴りを潜めましたね。彼らはもう場所が終わると一気に今もうバッと鳴りを潜めますね。そしてそうですね、まあ、ここから姿を現してくる、あの水面下に潜るんですね、彼らはね。あのどこの国とつながってるんだか知りませんけどもね、っていうか、大体おチャイナとかね、お朝鮮とか、 あとです、あれですか、あのオロシアとかね、そういうところとつながるとね、やり方がだんだんあっちのね、お左な皆様と似たようになってくるんですよ、ね、何かが終わるとすぐ水面下に潜る、でごちょ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 やってきて、目立ちたくなったら浮上してくるってね、彼らのやり方、ね、こういうのを何て言うかというと、工作員っていうんですね。ね、川原さん、ちゃんとノートに書いておくんざますわよ。工作員、あとね、水面下工作って、こういうふうに書いておくとよろしいざますわよ、ね、なんだったらヘビリン、あれざますか、国際政治学 のお勉強、また別 の動画配信しましょうか。国家安全保障論とかって、そういうのヘビリン結構学校でやってるんざますわよ。実はね、うちの学校に来ていただいてですね、毎週金曜日のね午後からね、国家安全保障論なんてやってるんざますわよ、ヘビリン。実はね、結構これね、過去ね、問題になったレクチャーだったんざますわよ。朝日新聞で叩かれたこともあったんざますわね。聞きに来ていたね、生徒の中にね、スパイがいましてね、それがね、朝日新聞にチクってですね、なんかヘビリンがとんでもないこと言ってるとかって言ってですね、なんか朝日新聞に書かれたことあったんざますわよ。もうね、何年も前のお話したんですが、あれびっくりしたの、面白かったざますけどもね、なんだったらって、それでね、朝日新聞に乗り込んでいったことあったんざますけどもね、なんかこの野郎って、人のね、大学学問の自由に何かお前たち文句あんだこの野郎って言ってね、乗り込んでいきましたらね、朝日新聞の方がですね、まあまあ先生落ち着いてなんて言ってですね、お茶出されましたけどね、こんな毒盛られたお茶飲めるかよって言ってですね、おっかね、お前たち俺殺す気かって言ってですね、食ってかかってったことがありました。まあ、あの時ヘビリンも血気盛んだった、ザーマスはね、おっかないザーマスはね、はい、というわけでございまして、まあ、この辺のお話もですね、もしですね、川原さんもですね、あと瀬戸内さんとかもですね、もし私のこの辺の国家安全保障のそういうのがちょっとですね、ご興味があるわ、お耳にしたいわ、心と体がどうしようもなくなって、切るわよ切るわよちょん切るわよって、こういう風になった場合、あ、それ違うんざますの、ごめんなさい、私間違えちゃったわ、ごめんなさいっていうわけでございましてですね、
私オカマじゃないぞ、まずはよ、ね、違うんぞ、まずはよ、ね、大丈夫というわけで、まあ、もしご興味があるんだったらね、一度ちょっとお声掛けいただければですね、もういつかはざますわよ、いつかはヘビリンだって、このネタ、このお相撲の親御ちょネタ尽きるざますからね、尽きないわけないざますよ、尽きるざますよ、こいつらなもの、こいつらだって今相撲なくなるんざますから、親御ちょというわけでございますざます、相撲なくなるざますよ、そのうちこんなものだって完全に寂れてますでしょ、廃れてますでしょ。でほらちょうどいいのかな、ほら審判の問題とかいろいろあるざますでしょ。だいたいね、組織が崩壊してくる時っていうのはね、その結んでいた紐とかがね、ほころびてくるんざますわよ。で今回ほら、まずちょっと前になってくるとね、まあちょっとだいぶ前から戻るとすると、もう日本人が入ってこなくなって外国人力士に頼るようになった。その外国人力士たちが年がら年中不祥事を起こすね、やれ暴力だお薬だとかなんとかね、いろんなのやりますでしょ、ガタガタしてって、で今度親王朝がバレる、ね、そして今度少し開き直ってやってたかと思うと、ね、今度は、ね、お相撲さんたちの八王朝がどうのこうのってなってきたと思ったら、今度審判すらも親王朝やってんじゃないのっていうふうに言われてくる。もう内部統制が取れない、ね、コンプライアンス以前の問題でね、ガバナンスもガッタガタっていうふうになってるわけでございますよね。でもまだ守られているのは、後援会のね、政治家の先生たちの評伝になっているから、お相撲はまだ守られているということで、公益財団法人って名乗ってるわけでございますけど、もしこれがですよ、今後日本がこういう経済的に余裕がなくなって、ね、公益外そうか、お前たち民営化するかなんてなったら、国技館は没収されますし、もちろんそうすると土俵もなくなりますから、自分たちで作るしかないし、最悪の場合国技館を今度貸してる側から借りる側になってやるしかならないざますわね。そうすると大体15日間やるとざますわよ、大体借り賃だけで3000万ぐらいかかるんざますわね。まあそういうふうにすればよろしいんじゃないのって言ってるんですけども、彼らは必死になって抵抗しているというわけでございます。いかがでございましたでしょうか。まあね、今日はちょっと週の始めざますからね、この辺にしときましょう。さあそれではですね、お客様にご挨拶しておきましょうね。姉ちゃん見てるか、姉ちゃんはお客様と言っていいかどうかちょっとわからないんですけど、とりあえず姉ちゃんの名前出しとけって言われてるんで出してますからね、はい。その次ですね、川原さんおコメントありがとうございます。ですね、うちのですね、部屋付き親方のゴルフスイングをですね、見ていただいてお褒めに預かり、光栄ですね。ゲームあれ決してね、僕が教えたスイングでしてね、そんなに上手なスイングじゃないと思いますけど、まあスコアは聞かないであげてください。日曜日にちょっと行ってまいりました。2人でね、まあスコアは聞かないでください。でも暑かったですよ。本当にね、水分補給しながらね、もう汗かきながらやってましたね。本当にもう少し日に焼けちゃってっていうわけでございますね。今年はね、少しゴルフをやってですね、まあ少しスコアを良くしないとね、もう仲間に笑われちゃうわというわけでございましてやっております。さあ、愛国さんおコメントありがとうございます。土地剣、また随分通なところを攻めてこられますね。もうヘビリンも忘れてたざますわよ、ね、小錦をケタグリでやっつけちゃったってお話ざますわね。あれはガチなのかしら、親王朝なのかしらね。もうこれはもうだいぶ前のお話ざますからね、ここでまた出てくるかもしれませんね。私この愛国さんのねお話を伺って、そういえば過去の記事があったねというところで出してみましたね。まあ、引き続きお楽しみください。お手すきの時にどうぞ。はい、瀬戸内さんお元気ですか、こんにちは。おコメントありがとうございます。もうちょうど月末入りましたでしょ。もうバタバタされてると思います。月末月初ね、ちょっと暑い日とか涼しい日だとか、なんかこうちょっと気温の寒暖の差が激しいざますからね、どうぞお体にだけはご自愛くださいませね。無理なさらないように。まさぴー、ママ上よ、お元気かしら、大丈夫かしらね。詳しいことはね、メールに書かせていただいたざますからね。まああれ信じるか信じるか、あれはうちの部屋付き親方のお話ざますからね、あれ僕じゃないざますよ、やっぱママ上からじゃないざますわよね。部屋付き親方のお話からざますからね。あの人一応専門家ざますからね、よく聞いといた方がよろしいかもしれません。あれけどやぶ医者ざますから、あんまり当てにしない方がいいざますわよ、というわけでございます。さあちょっとね、お時間がありませんということで、他にもね多くの おコメントをいただきまして誠にありがとうございます。今日はちょっとですね、割愛をさせていただきますことをどうぞご容赦いただけますように申し訳ございません。それでは今日はこの辺にしておきましょう。
エンディングザーマスワよ。花田マサル氏がちょうど今日のお話しした頃というのは、私が幕の内に上がってきた頃、破竹の勢いで19歳で史上最年少幕内優勝とかしちゃった頃のちょっと前かしら、ちょっと後だったかしら、その辺よく覚えてないザーマスけれども、まあちょうど親王朝の皆様がみんな私にやられてしまったとかなんとかっていうことで、ウルフもお注射の限界、親王朝もできなくなって引退するわとかって言ってしまったとかしなかったとか、こんなこと言うと怒られるのかしら。そういえば八角ちゃんこの北東美もさっさとやめていったわね。なぜかしら、お注射効かなくなったのかしら。あ、親王朝、親王朝、親王朝、このブダどもこの野郎、この糖尿病、このインプやろしこの野郎って、そういうこと言っていけないザーマスはよって、何度言ってるザーマス、何度も言うザーマスよ。このおチャンネルはお上品、大変お品がおよろしいね。河原さんいいですか、ラクシュリーにハイソサエティにね、そしてエレガントに行かないといけないザーマスはね。さあ、こういうですねお上品なおチャンネルをね、またお手すきの時があったらお立ち寄りくださいませ、ね、でも別に嫌だったら別に来なくていいざますわよ、無理にお願いしてないざますわね。それではまた私が殺されなければ次回お会いいたしましょう。それでは皆様ごきげんよう、さようなら。